はい、もうね、ご飯もう食べなきゃいけない時間なんですけど、やっとりみちゃんね、宿題が終わりました。はーい。ね、いつもいつもね、帰ってきてすぐにできませんね。やっぱしね、やる気がちょっと出ないの、すぐね。そうだよ。ん？そうだよ。そうだよっていつもね、まだまだやる気が出ないんですよ、りみさんは。シロンを抱っこしてます。いつもシロコロとね、遊んじゃうんだよね。でも、ですね、今月、まあ、月に1回ね、テスト、月齢テストっていうのが学校であるんだけど、今回ね、6月の月齢テスト。それはみんな知ってるよ。でも他の学校はないんじゃないの？え、ないの？わかんない。あるのかな？ない学校だってあるでしょ。え、そうなの？そうだよ。やば。やば。うちの学校は、月に1回テストさ、ない人もいるの？いる。テストがないのはないけど、その何、月に1回必ず月末に、テストがあるっていうのはどこの学校もあるとは限らないでしょ。へえ、ね、じゃあ楽勝じゃん、その学校は。はい、じゃあね、6月の月齢テスト、まあ、りみちゃんね、毎日やいややってて、やる気もないのでね、いやいやいや、テストの点も悪いんだろうなとママはいつも思ってるんですけど、はい、でもね、あと6月、じゃーん、ちょっとね、見づらいけど、ちょっと100点じゃないですか。100点で、しかもね、こっちの算数もじゃじゃーん、ね、うん、やる気ない割には頑張ったんじゃないですか。そうですよ。でもね、テストの前日はね、なんかビービー泣いてたもんね。なんで？で、なんかプリントがないって泣いてなかった、うん、月齢テストのプリントがないって。見えない、 nowhere。泣いてたよね。泣いてはいない。泣いてはないか。泣いてはいない。べそ書いてたって感じ。どうしようっていう感じだった。しーちゃんみたい。しーちゃんみたい。なんでそこでしーちゃん出てくるの？しーちゃんそんなべそ書かない。べそ書く。しーちゃんは心配性だから、どうしようってなるけど、別にべそは書かない。うん、べそって何？べそってこんなのにちょっとこう泣きそうになるっていうかさ、泣き顔っぽくなるっていうかさ。レミ泣き顔うまいよ。うまいの？泣いてみて。本当に泣けるよ。じゃあさ、それな、本当に泣かなくていいけど、泣き顔やってみて。上手なんでしょ？あれ？笑顔になってるけど。じゃあ泣き顔やってみて。カメラ見えちゃった。食べないで。レミ、うん、ちょっと何あげないでよ、なんか。うん、練り消し。あ、しまって、それ。シロン食べちゃったら大変だ。いた、食べられたくない。食べちゃうかもしれないよ。見て、シロン何でも食べちゃう子だからね、ダメだよ。しまって。ね、見て、綺麗でしょ。ほんとだ、消しゴム綺麗。レミがピカピカにこすったの。そんなことしてんの？うん。ね、今回のテストはさ、100点だったじゃん。自信はあったの？あのね、うん、やってる時これは絶対100点でも。へえ、自信満々だったんだ。うん、へえ。それで100点だ。国語は？漢字は？漢字は自信なかった。漢字も自信あった。自信あったの？へえ、毎回こうだといいんだけどね。なんで？なんでって。もう心配しちゃうんだよ、りみちゃんは。やる気がないしさ。なんで？本当に、もう。なんで心配するの？心配だよ、心配する。なんか授業もさ、授業参観とか行ってるけどさ、なんか。りみ、手を挙げたよ、授業参観。嘘、授業参観って手挙げてた？手挙げたよ。嘘、ママがいない時に挙げたでしょ。しゃで、そんなことするの？ママたちいる時、りみ挙げてくれなかったじゃん。なんかお尻とか書いてたよ。足とか、足とか書いてた。ねえ、お尻書いてないよ。足書いてた、足。足とかこうポリポリしてなかった？うん。で、パパ言ってたよ。リミお尻書いてたって。お尻じゃん。足か、足書いてたって言ってた。ずっと足書いてた。めっちゃ書いてた。それでね、あのね、
上履き脱いで靴下脱いで書いてた。ちょっとちゃんと授業話聞こえよ。しかも授業参観だよ。ママたちいなくても他のお母さんとかいっぱいいるのにさ。しかも一番前の席だよ。教卓の目の前の席でさ、足ポリポリしててもうびっくりしちゃったパパとかな。リミ絶対聞いてなくないって言って足ポリポリ書いてるよ。聞いてるよ。聞いてる。ほんと心配なんだよ、ね、リミは。聞いてたのね。そっか。本当に聞いてるもん。で、パパとママが、しほちゃんの教室に移動したら、いなくなったと思って、はいとかってやったの、うん、そういうこと。よし、ママたち帰った。少し手を広げよう。そして、さしてくれる。でも先生もね、なんかお母さんたちがね、いる。チロン落っこちた。え、ほんと落っこちた。落っこちた。あら、まあ、でも深かったから大丈夫。先生もね、お母さんたちがね、来てる人を指すみたい、なるべく。見てる。ほら、後ろのお母さんたちがいるじゃん。せっかく来てるから、来てるお子さんを指す。へぇー。だからリミもママたちがいれば、いる時に手を挙げてくれれば、指されてた。やだ。刺されたくないからでしょ。もうリミそんなこと知らなかったよ。そうなの。そうですよ。はい、じゃあね。まあテスト100点だったからね、よかったですけど。この動画つまんなくない。この動画つまんなくない。え、この動画つまんなくない。でもほら、思い出としてリミちゃん、また今度いつさ、裏を持って100点取れるかなんてわからないじゃん、リミちゃん。リミが裏を持って100点取るってほんとないからさね、こういうのは思い出にさ、こう動画で撮って、なんで思い出残しときましょうと思って。リミ1年生も捨てちゃった。テスト。でもみんな取っといたらね、切りないもんね。みんな多分取っとくの意味なくない。うん、捨てちゃう人の方が多いんだろうけどね。ネミ捨てる人ね、すごい量になっちゃうもんね。そしたらね、プリントとかもね。うん、はい。何かな、リミ。じゃあつまらないというなら、リミさんさ、なんか面白くして。え、面白くしてください。何それ、変顔。あんまり開くできない。できないか。気持ちいい。ん、気持ちいい。ああ、仰いでくれてんの。うん。でもね、今ね、除湿した。違う。え、何。テレビじゃない。テレビついてないけど。カメラ。カメラに仰いであげてんの。なんでカメラに仰ぐのよ。カメラ別に良くない。みんな気持ちいい。あ、みんな見てる、みんなに仰いであげてんのね。みんな気持ちいいって。ほら、ホルモンが怒ってる。やちやちから。はい、じゃあね、これからも頑張ってね、リミちゃん。え、チロモンがかわいい。チロモンかわいいのはいいけどさ、聞いてますか？ほら。うん。聞いてますか？うん。これからも頑張ってくださいね。期待してるからね。リミは絶対ね、うん、月齢で100点取る人だ。ほんと？じゃあ皆さん、来月の月齢テストも楽しみにしていてください。今の言葉バッチリ録画してありますからね。さて、来月も100点、100点取れるんでしょうか？リミ絶対100点取れる。ほんと？皆さん聞きましたね、今。楽しみ。来月もリミちゃんは100点だって。じゃあ名前取りましょう。取らないよ。はい、じゃあ挨拶してください。リミ名前消す。それでは、グッバイ。バイバーイ。変な声になる。来月のリミちゃんのテストの点数もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。ね、次の動画も見てね。バイバーイ。ね、あとついた。はいはい。グミ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 ペア。3時だ、おやつだ。